はい、皆さんおはようございます。ザオシャンハオリンチーです。まあ、今浦東空港に行ってるんですけども、この何ですか、超広角、メイト30プロの超広角の気持ちよさを利用してちょっと、動画を撮っています。最近ねあれ出ましたよね、 GoPro Hero 8。ちょっとねそれについてちょっと語りたいんですけども、まあ、このスマホを買った時に、思ったのが、その Vlog 機としての GoPro とかね、Osmo Action とかの、立ち位置がね危うくなるって僕思ったんですよ、正直。はい、まずね、まあ、もちろんねスマホっていうのは普段持ち歩いてるわけじゃないですか。まあ、GoPro は GoPro でいいんですけども、まあね、特にね、アクションとか自転車乗るとかバイク乗るとかね、危険なところに置くとかね、そういった時には、まあ、僕も非常に、まあ、活用してるんですけども、まあ、果たしてね、この Vlog 機としてね、スマホここまで良くなったら、もう GoPro とか Osmo アクションとかね、必要になってくるのかっていう疑問が、湧いてくるわけなんですよ。で、新しい GoPro、まあ、アタッチメントで、何ですか、バリアング液晶が付けられるってなってるんですけども、だったら、あれみたいにオスマアクションみたいに付けといたらって、なりますよね。はい、まあ、付けといたらですし、あと電池、バッテリー、これどっから給電するのって思いませんこれバッテリーすげえ食うんじゃないっていう、って思ったりとか、あとね、出してる映像を見たら、GoPro Hero 7と大きな変化はなかったのですよ。で、GoPro Hero 7とあんまり変わりがないって、特にね、暗いところでどうなのっていう話になってくるんですよね。で、僕は比較映像も出したと思うんですけども、まあ他のねダイナミックレンジとかにいろいろ比べていったらキリがないんですけども、とりあえず明るさとしてはね、こっちの Mate 30 Pro の方がもうはるかに明るかったわけなんですよ。まあ、センサー大きいですからね。でなのに、その GoPro Hero 8になったのに同じ明るさのセンサーで来るっていう、それ進化してるのかなっていうのが非常に思ったところなんですよね。あと、なんかアダプター変換するの、まあ、最初から本体についてるじゃないですか。もうケース、つけなくていいよってなってるじゃないですか。でもね、だったらネジ穴にしてちょうだいよっていう、ネジ穴にしたらもう何もアタッチメントつけないで、ね、本当にあっち側でいいじゃんって、ネジの側の普通に三脚で、ね、こっちの方が多いんだからさっていう、まあ、だからね、僕ちょっと GoPro Hero 8のちょっと微妙な感じでした。手ぶれに関してはそこを追求するのであれば、確かにこの Mate 30 Pro より、上なんじゃないかなって思います。で、なんだかんだ言ってね、おそらくこの Mate 30 Pro は、まあ、このね超広角にしてもね、iPhone、11とかより、手ぶれ弱いと思います。はい、まあちょっと比べるとね、でもなんか大体ね、これセンサー大きいんで、まあちょっと手ぶれに弱いんですよ。ちょっとバヨンってなりますしね、なりがちですしね。まあ、だからでもね、これだけ明るい、いい映像をスマホで手軽に撮れたらもうよくねみたいになりますよ。あれどこなんだ俺俺の乗り口、ちょっとこっち見に来ました。はい、旅動画。あれ
71なんですけど、71ってあれ77になった。どこだどこだどこだ。結構上がるの。でもねえ、まあで、だから Vlog 撮るのにもうスマホがね、もうかなり追いついてきたと思うんですよ。まあだから GoPro Hero 8と僕ちょっと危ういんじゃないかなって、思います。本当にまあ個人的な、まあ、意見なんですけどね。はい、まあね、ちょっと、いろいろ探しに行くんで、この動画はこのぐらいで、それでは皆さん、ミンチーでした。再見。